はい、おはようございます。いちごです。いちごの独り言始まりました。なんかここのとこ朝晩寒くっていうか涼しくなってきてね、なんか久しぶりにこれを出してきて寝ました。いちごちゃんのサテンのパジャマっていうのかな、下キャミワンピなんですけれども、やっぱね、なんか着心地がいいですね。すごい楽です。そう、楽で、なんか今日はね、朝起きたらすっごい右足が激痛だったの。なんだろうと思ってね、今もまだ痛いんですけれども、でね、この間リハビリをしている病院でね、なんかリハビリするにはなんか3ヶ月かなんかに1回診察を受けないといけないんですよ。で、たまたまその診察の日に足痛かったからレントゲン撮ってもらったんですね。で、そしたらなんか右足の股関節と膝関節っていうのかな、がね、ちょっとなんかこう変形しててね、なんか骨がこうボコッとなんか出てるらしいんですよ。で、それがこうなんていうのかな、こう関節のこういうところに当たって痛いみたいな感じで言われて、でね、なんかとりあえずストレッチとかをすればまだ大丈夫じゃないみたいなことを先生に言われたんですけれども、それにしてはちょっともうなんか歩くのが困難なほど痛くてね、で、10月の1日に腰の手術した病院の診察が入ってるんでね、そこでもう一度見てもらうんですけれども、なんかもうなんか1日を待たずにしてもう今でも行きたい感じもう今すぐ行ってなんとかしてくれって感じで、なんかね、右足が棒のように痛いなっちゃってて、もう痛くて、そうなんです。なんか腰の次は足かって感じでねねえ、やだね。そうで話は全然違うんですけれども、私この間までちょっとコナンを見てたじゃないですか、メンターテイコナン、あれね、ネットフリックスで見てたんですけれども、8月31日まででね、終わっちゃったのね。で、結局全部は見れなかったのかな。なんかある程度最近のは見れてたんですけれども、見えてたというか見たんですけれども、8月31日で終わっちゃってね。で、今次何を見てるかっていうと、Amazon プライムで、ロード・オブ・ザ・リングをね、見始めたんですよ。昔のね、ロード・オブ・ザ・リングじゃなくてね、なんかこう、新しくなったなんかドラマ仕立てのロード・オブ・ザ・リング。でね、
シーズン1とシーズン2あって、うん、シーズン1はね、結構、私が去年だね、入院してた頃もやってたんですよ。で、その時ちらっと見てて、で、シーズン2がね、つい最近始まったんだよね。うん。で、今、シーズン2を見ているところなんですけれども、うん。ロード・オブ・ザ・リングもハマる。うん。面白いよ。うん。昨日もずっと見てて。そう、今、エピソード4まで行ったのかな。うん。多分、8か9ぐらいで終わると思うんですけれども。ロード・オブ・ザ・リングも面白いね。昔のね、映画のね、映画だったよね、確かね。のなんか、三部作かなんかの、ロード・オブ・ザ・リングも面白かったんですけれども、なんか、今やってるのもね、なかなか面白いです。そう。で、今ちょっとハマって見てる感じなんですけれども、ねえ。皆さんも Amazon プライム入ってる方いたら見てみてください。結構面白いよ。私はなんか、あれは字幕で見れるのかな？ちょっとわかんないんですけど、私は吹き替えで見てるんですけれどもね。で、タブレットで見てます。そう。なんか、なんだろう。スイッチだか、プレステだか、どっちかで、テレビにつなげて見れるんだよね、Amazon プライムね。でもなんかテレビにつなげて見れるんだけど、でも私なんかタブレットで見る方がなんか楽でね、タブレットで見てます。そうだね。今日の髪留め、これ、これね、島村で買ったやつなんですけれども、赤いやつ、ちょっとこっちずれてるね。こんな感じかな？赤い、これはキティちゃんの髪留めになります。この間紹介するよって言ってて、紹介し忘れてた。ちょこちょこつけてるんですけどね。あとは何かな、なんか、9月に入って、なんか残暑バテをしているというお話をしてたじゃないですか。なんかね、やっとね、今日ぐらいから、だるさがね、だいぶ取れてきたんですよ。なんかそれまでもうここら辺、肩とか、なんかもう抜けちゃいそうにだるくて。でも来週雨だからね、まただるさやってくるかなっていう気はするんですけれども、気圧にね弱くてね、気圧の変化、に弱くて、雨降る前とかになるとちょっと調子を悪くするっ
ていうか、調子悪くなっちゃうんですけれども、ねえ、でもだいぶだるさは取れてきました。昨日ね、いろいろね、なんか飲んだりしたの。なんかこう、母がね、なんかセサミンっていうのを飲むとなんかだるいの取れるらしいよとか言ってなんかくれたのね錠剤をで、それを飲んで、あと黒ニンニクをね、なんか食べて、で、あとウィダーインゼリーみたいなやつのエネルギーチャージとビタミンチャージを飲んで、で、あ、ミネラル足りないのかなと思って麦茶を飲んで、結構いろいろね試してみたのそしたらね、それが効いてるのかどうかわかんないけど、今日だるさがねちょっと取れて、そう、よかったなと思います。今日ねリハビリなんでね、だるさ取れてよかった昨日のどうしようかなと思ったんですよね。今日リハビリ行こうか行く前か、このままだるかったらいけないなと思ってたんですけれども、だるさ取れたんでね、でリハビリ行ってこようかなと思ってます。何かあるかな。でも本当昨日はいろいろやったな。なんか飲んだり食べたり。そう。なんかこう足が冷えるって言ってたじゃないですか。それがねなんかまだ続いててね、それはね更年期から来てるんだと思うんですけれども、なんかこう毎日ね最近湯たんぽが欠かせなくなっちゃって、昨日もずっと湯たんぽしてて、足のね指が痛い、冷たくなっちゃって、足の指冷たくなって痛いんですよね。あとなんかなんだろう、もう下半身が冷えちゃって、とにかく昨日はちょっとエアコン止めてた、昼間止めてたんですね。今ねドライにしてつけているんですけれども、なんか冷えがっていうか、やっぱり朝涼しくなってきたなって感じしますね。そう、やっぱね秋になってきてるんですよね。昼間はまだ暑いけど朝晩涼しくなってきたから
ぱ秋になってきたなって感じで、でもなんかこのまま行くとなんか暑いまま突然冬になりそうだよね。突然寒くなりそうな気がする。なんかそう、10月とかになったらなんか10月まで暑いのかな、どうなんだろう。まあそれと9月9月のもうちょっとしたら、あと来週、再来週の日曜日だったかな、なんかドラクエのねオーケストラに行ってきます。ドラクエ10のオーケストラ、去年ね行こうと思ってたんですけど、ちょうどね入院の時期と重なっちゃって行けなかったんですよ。でドラクエ10のオーケストラをやるっていうのがねなんか珍しくてね、あのドラクエの他のバージョン1から3とか7とかそういうのはねよくやってるんですけれども、ドラクエ10っていうのはねなんかめったにやらないんですね。そう、それでたまたまね今回やるってことで、チケット取ってね、ちょっと今から楽しみなんですけれども、なんかオーケストラとかもねなんか最近っていうか去年おととしあたりからかな、ドラクエのオーケストラに行くようになって、なんかオーケストラいいですよ。落ち着く。なんか普通のライブとかもねこうすごい楽しいですけど、オーケストラもまたいい感じで、そう、それにね今月行ってくるんですよね。22だか23だか、日曜日なんですけれども、行ってきます。それで今から楽しみにしてます。9月はそんな感じかな。あとはねチップのトリミングがあって、本当は9月3日に行く予定だったんですけど台風が来てるってことでちょっと変更して、来週の土曜日、かな、に変更してチップトリミングに行ってきます。そう、なんかねトリミングに行くとね別犬のようになって帰ってくるのねすごい気がふさふさになっちゃって、そう、なんかどこのお家のワンちゃんって感じになってね帰ってくるからね、すごい楽しみなんですけれどもなんか話がめちゃくちゃいろんな話してるね そうまあそんな感じで9月はなんかちょっとまあバタバタと過ぎていくのかなっていう感じですね。来週ね婦人科入ってるんですよ。
だからその時にね、なんか今あるこの冷えの症状だったりとかもね、ちょっと行ってこようかなと思って、そう、今ね漢方を飲んでるんですけれども、それでね、ホットフラッシュとかはね、ちょっと落ち着いてきてるんですよ。でもね、なんかその他の症状がね、今度いろいろ出てきちゃってるんでね。漢方じゃなくて、なんか、錠剤の、ホルモン剤っていうのかな。なんか、それを飲んだ方がいいのかな、とか。ちょっと先生とね、相談してこようかなと思ってます。なんか更年期つらいよね。なんかね、つらいですね、更年期って感じ。まあね、付き合っていかなきゃいけない病気っていうのかな、更年期って病気なのかな、なんか付き合っていかないといけないものなんですけれどもね。まあ仕方ないよね、なっちゃったからね。なんか私なんかあらゆる病気かかってるような気がするんだよね。なんかもういろんな科を受診してるっていう感じでね。ちょっとなんか体弱い感じです。まあまあ、とりあえずだるさ取れたんでね、今日はリハビリに行ってきます。そしたら、そうだね、今日行けたらっていうか、リハビリね8時半からなんですよ。早いのね。でだから9時頃にはリハビリ終わるんですけれども、終わったらね、コメダかマックか行きたいなと思って、モーニング食べに行きたいなって今思ってる。今思った。そう、なんかこうお昼ご飯の食材とか買いに行きたいんですけど、なんかスーパーとかって10時からとかじゃないですか。で9時にねリハビリ終わっちゃうから、ちょっとね1時間ぐらいこう暇な時間ができちゃうんですね。なので、コメダか朝マックかしたいなって今思いました。はい、そんなわけで今日はダラダラと長く喋ってしまいましたが、いちごの独り言この辺で終わりにしたいと思います。よかったらね、チャンネル登録の方していただけると嬉しいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。お仕事行かれる方、気をつけて行ってきてくださいね。ではまたね。バイバーイ。